竹雄さん、僕のこと好きなんですか？やめてくださいよ。やめてもらえます？ ずっとなんかさ、見守られてるんだけど。あ、大丈夫。います。了解。じゃあ、10秒後に、ギュッとサボタージュお願いします。解散。身重すぎ。はあんま開きすぎるでしょ。あ、シューティング今日初めてやる気がする。ペイペインビニさ、今コンビニ店員さん絶対大変だよね。今ね、よく支払い方法多すぎ。めちゃくちゃカーでさえ支払い方法少ない時から大変な職業なのに、複雑化して、ワーコーとかもね、覚えなきゃいけないし。あ、ダブル。ダダブブル。ル。ああ。やばい。今見つけたのは？夏目です。夏目さんが？ドアエンジンの通路で、ドア。原産を見つけました。原産。はい。クロムヤツハは何してました？そう、その二人だと思う、自分も。私、最初に、うん、あ、いいです、クロムから先にしゃべります。ウェポンズでタスクを終わらせた後に下に行ったんですけど、その時点でリアクターが鳴ったので左に行きました。その時に先端さんがタスクをやってる横を通り過ぎてます。で、その後にアッパーエンジンを通りリアクターの方に行きました。で、です。私ナビゲーシ最後上がってこなかったっけ、クロムさん。上がっていったのはロムヤツハで、どっちが参加してました？申し訳ないんですけど、それは本当に申し訳ないんですけど、ちゃんと理由がありまして、ウェポンズカフェテリアアッパーエンジンで下に通った後にリアクターが直ったんで、そのまま通り過ぎようと思ったんですよ。そのまま通り過ぎて、上で、あ、でもリアクターの人数、人を確認しておこうと思って、そのままリアクター通り過ぎたんですけど、上に戻りました。なので、下からには絶対に行ってないです。安田さんは？私ナビゲーション最初行って、ウェポンに黒川さんがいることを確認してて、でナビゲーションやり終わった後ぐらいにリアクター鳴ったんで下から行きましたけど、その時はロア側にゲンさんの下になかったんで、その後じゃないかな、私が通った後。おかしくない？リアちょっクとターで言うと、あれ、夏目って今ゲンさんの死体が転がってるって言ったっけ？ロアでゲンさんだと思う。え、多それ分。明ゲンさ言しん。た？最初。ん？ん？最初明言したっけなと思って、夏目自身が原産の死体転がってあ、るっ言った、言った、セ言っルフレた。ポートは言いました、言いました。100%それでは。す。セルフレポートは100%うん、ロアのところでゲンさんがいたって言ってまです。しえ、た。まあ、でも。やつあさんも後で聞きたいことあるかも。押してほしい。はい、わかりました。スナザプさんがミュート。わあ、ごめんなさい。すいません。ごめんなさい。気づいたら言ってあげてくださいね。議論、あえて。ユートゲーの砂ザメ。されねえな。おさんじゃん、全然。すみません、私、秒数のやつ、これだっけってなってた。すみません。お世話よかったんです。八つ葉さんに、はい。お聞きしたいんですけど、下から行った時に死体はなかったって言ってたじゃないですか。はい。高田健さんに、お聞きしたいんですけど、クロムさんと八つ葉さんって同じ、ほぼほぼ重なってきてませんでしたっけ、い下や、から。ほぼ同じぐらいに上がってきてたと思うかだよら。ね。だったら、八つ葉さんは見てるくね、クロムさん。てか、下から言ってんだ、クロムさんの殺害を見てる可能性の方がでかくね。ごめんなさい、私見ごめんなてさい、ないごめんなさい。八つ葉さんの、うん。
八葉さんの証言は多分正しくて、あのインポスターだろうがクルーメイトだろうが多分正しくて、本当にアッパーエンジンから言ってるんですよ、黒川で。ロアーエンジンの方に行った時にあのリアクターの人確認しなきゃなと思って上に戻ってるんで、見てないんですよ絶対に。んもう時系列が全然わかんないんだけど、分かんない、うん、何ロアーエンジンのゲンさんのタイミングの話をしてる今。いや、めっちゃ待って、めっちゃ大事なのが、ヤツハはクロムを見たのか、クロムはヤツハを見たのかがめちゃくちゃ大事だと思います。いや私、そうか、クロムさんが私を見たのか。ね、クロムさんがアッパーエンジンから来たって言ったら、なんでロアエンジンの話。要は、死体が転がっているにもかかわらず見ていないんだったら先行して前を走ってる可能性があるから、それだったら殺してないと主張は通るけど、相手方のヤツハを見たかクロムを見たのにもかかわらず死体を見てないは通らないから、ロアエンジン側から来てるにもかかわらず通らんぞと思うんだけど。でもクロムさんアッパーエンジンから来てますよ。そうそうなんですよ、そうなんです、アッパーエンジンから行ってるんですよ。僕がをアッパーエンジンで見たっていうのは正しくて、僕助け合ってるんで。ヤツハしかいなくて、じゃあもうそれだったらヤツハさん確定じゃね。他の人が後ろでやってるとかはないんですか。だってそのまま通り過ぎたんでしょ。でロアエンジンの中にいたじゃん。そう、死体絶対見てるくね、ヤツハさんは。ちょっともう一回話聞きたいかな。ユイさんの話とか全然できてないし。ヤツハさんが死体を見ていないって主張するんだったら、ヤツハさんがロアエンジンを通過した時に誰かを連れ去ってないとおかしいよ。うん、そう。でもその主張を言わないからヤツハさんになる。いや、高田健二はしろかな。まあ、一回ボタン押さなかったし。あれも押さんじゃん。ゆいさんの話しないの？もうボタン押せないよ。使わされちゃった。ヘタ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 。チャンネル登録ありがとうございます。ダメだっけ。リサの話しないの、ね、んーしゅっ。これね、あの音声認識機能で言わないと、あの認証されないんでね、置いといてください。ゆりさんがかわいそうだと思わないんですか。人は死んでるんですよ。死んだ人の気持ちも考えてください。不謹慎だと思います。やつはさんでいいのか。茶水色ブーじゃないんだよ。茶水色。チャンネル登録ありがとうございます。怖い。竹雄さんに殺意を感じる、ものすごく。なんだお前、おい、なんだお前、やんのか。めちゃくちゃついてくるんやけど。逆に白いけど、あのついてきた方は。3がない。さっきの水色オレンジちゃん、お母さん僕のこと好きなんじゃないのこれ、もしかして。すごいでしょ絶対これ。決めちゃったか。恋は止められないからな。なんだ今の挙動、なんだ今の挙動。ここなんだこの挙動は。ダメだかな、やばくね。原産とか、原産も死んでんだ。ローム共産下から来なかった。なんか下から来る風に見えること多いな。ちょっと時間空きすぎたんで。はい。夏目さんが死んでる？一郎落ちてそうだね。
いるペースは。夏目さんが亡くなられてる。てる？あれ、八葉さんって釣って死んだんだっけ、これって。そうです、そうです。八葉さんは釣って。ああ、そういうこと。あなたが釣り殺したんですよ。そうだよ、ね。お前が殺した。夏目さん見てない。夏目さん見てないな。セキュリティにずっといたんですけど、あんまり夏目さん見てないっすね。うん、直前でアドミン見て、多分セキュリティ1いたんで、それ神宮寺さんですね。あ、そうです、そうです。カメラもついてましたね。最終位置います、みんな。はい。多分右にいた人が、それだったら、リアクターが結構わちゃわちゃしてたんで。あ、そうですね。先端さんと砂亀さんは見てて、竹尾さんもいらっしゃったのはリアクターの近辺は見てます。これはエレクトリカルとストレージをずっと何もせずに走りなんか何もせず、うん、なんかね、エレクトリカルの右下の方に高田さんいてて、何やってんだろうと思ってた。いや、なんか怖いなと思って、殺されたくないから、そこ人が近づいてきたら離れようなるほどね。ずっとそうやって誰か見た、砂ザメとだから先端見たぐらい。あとクロムさんがエレクトリカルだよね、確か。クロムさんはエレクトリカル。そうです、そうです。まあでも最新位置だし、わかんねえな。結構時間あったんで。時間ありましたね。砂ザメさんは見てないかも。あれマジですか。俺は見てた。たまに見た。ウェポンとかなんかその辺。うん。ウェポンあたりで見たね、一回。右に行った。ナビゲーションなんかその辺。かなり。右に行っていた砂ザメさんはちょっとね、重要情報をここで出すか。重要情報ですよね。え、私右に行ってナビゲーションで高田さんと合流したかな、確か。一回合流して俺怖いから距離取ろうと思って逃げた。一緒にウェポン行ったんですよね。いた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 。ナビゲーションウェポンカフェテリアずっと一緒です。あ、その辺一緒だったね。各言う僕もなんか右行った気がしてきたけど、行ってないな。また。ん？いや、シューティングやんなかったか？あれ、わからなくなってきた。いやー、怖いー。めっちゃついてくる、竹尾さんが。うんち、人魚の糞がついてくる。ナメさんっぽいかな。最終位置洗うのがなんか、最終位置洗ってどうするんだって感じだったけどな、村目線。キリのタイミングしてたのかな。ナメさんじゃね。あ、それかユイさんの話してもよかった。うん、何君は。ねえ。なんか用があんの？お座り、竹雄。お座り。勝利で勝てるかと思ったけど、僕は砂亀さんに入れましたけどね、あえての。あー、よかった。誰もこれもタスク勝利でいいんじゃないですか。神宮寺タスク終わりました。終わりました。黒部私も終わりました。高田あと1。終わった。高田さんの1で終わりだ。あ、じゃあ勝ち。あと竹尾さんも。竹尾さん、僕のこと好きなんですか？やめてくださいよ。やめてもらえます？ずっとなんかさ、見守られてるんだけど。いや、わかります、わかります。なんか、見てますよね。あの、エレクトリカルの奥でも。ずっと見られてたんだけど、なんか。あれでも、高田さんだけですよね、もう、タスク終わってない。高田さんと竹尾さんが1位って。あ、はいはいはい。じゃあ。俺はあのカフェテリアのタスクを一番最後に1個だけ残してるから、もう
開始早々に終わるか。あ、じゃあ自分も最速で、バスクでいいけど、多分天国のゆいさんがなんで私の話をしないんだみんなって言ってると思うんですけど、どこで死んだの、一言もゆいさんの話が出ない。あの一番最初のリアクター治るか治らないかぐらいの間で死んでるっていう話だよね、多分。そうですね、ゲンさんのロアの話で盛り上がりすぎて、ゆいさんの死がやべえ、もう初日覚えてない行動がわからないやつですよね。誰だろう、でも砂亀さんでしょ絶対。砂亀さんか。砂亀さんぐらいしか右側に、まあ、高田さんか砂亀さんってとこですか。あれじゃない、最終位置死んだタイミング分かんなかったじゃないですか、あの、一番最新の、なのに最終位置洗いましょうって言ったのがちょっとなんか死んだタイミング知ってんのかなと思ったけどはいはい、で言うと高田さんとフラットに見てほしいかな。1個分だからな、どっちかなんだよな。砂溜さんでしたか。いやー、無理だー。すみません。あ、いえいえ、いえいえいえ、最後みんな団体行動しすぎも。砂溜さんと。いや、砂溜さんですね。いや、嫌なタイミングで上に戻っちゃいましたわ。やつはさん、ゲン殺した後、4人がかりぐらいに見られましたよね。そうなんですよ。もうあれね、逃げ場なかった。一人だけ逆方向に走っていかれたんで、あれはいいだろうなと思って見てました。いやあと、ちなみに高田さんに聞きたいんですけど、私、ナビゲ、あの、高田さんの目の前で弁当から出てきたんですけど、あれは気がつかなかった感じですか。そうですよね、一回弁当芸かましてたんですか。あのナビゲーションで高田さんと一緒になったって言ったじゃないですか。あれ私弁当から出てきたんですよ。あ、多分俺早速やってたんじゃない。あ、なるほど。でやべえ、高田さんに見られたって言って、高田さんその後にウェポンの方行ったから、ボタン押す前になんとかって思ってたら、そのままなんかボタン押されなかったからラッキーっていう。そうね、ナビゲーションのタスクが確か2つか3つあって、それやってたから多分それで見てなかったと思うな。あ、危ねえ、危なかった、怖かった、あの時。そうなのか、全然分かんなかったな。砂亀さんさ、自分コミュニケーションで殺したじゃないですか、うん、あれって弁当、多分シールドですね、はい、シールド、え、コミュニケーションじゃなかったっけ。いや、シールドのところで夏目さん弁当出て速攻殺したので、シールドですね。あ、そうなの、あ、そうだっけ。でシールドで殺して弁当入ってナビゲーションで出た瞬間に高田さんと目が合ったように感じちゃったっていう。あはははは、なるほどなるほど、やっぱ右側だったんですね。ああ、ですです。まあだから最終位置もまあまあ、なんか確かにセンターさんの言う通り、なんかうまくできねえかなと思ったら、やっぱ感づかれるもんだなっていう。まあ、あの読みすごかったな、なんか最終位置聞いたからっていうのは。うんうんうん、あれびっくりした。すごいって。あれ打足だったな、なんか聞かなきゃよかった。なんか、ね、うん、なんかいつ死んだかわかんないっていうのが多分みんなの。そうなんですよね。だから最終位置聞く意味あるのかなってで思って誰も聞いてなかったのが、砂澤さんが急に言うから、でセンターさんがそう思うから、あ、やっぱりそうなんだ。砂澤さん、いや、あの正直あの時にもっと右に行った人いるかなって思ったんですよ。そしたら私と高田さんしか右行ってないっていうのを聞いちゃった後に、ああ言わなきゃよかったみたいな、そういう感じです。大丈夫ですか、お時間。あ、じゃあちょっと私はごめんなさい。いや、これで今日は抜けます。本当に楽しかったです、ありがとうございます。ありがとうございました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 。失礼します。このゲームやった後に動物の森しに行くのやべえな。急に横殺すのか。いや、もうすごいほのぼのとした世界に帰って行かれる。怪しんでるかな、今の行動怪しくねっつって住民を疑い始めるかもしれない。この住民怪しくねって。この動きは怪しい。この動きないし、さっき誰とすれ違ったとかね、めちゃめちゃいて。ちなみにゆいさんは天国でなんで私の話しないのって言ってました。
やもうね、センターさんが突っ込んでくれたけど、私はずっと、もう私なんて最初からいなかったと、今日は9人村で、9人村で始まったと、もうそう思ってくださいって、ずっとなんか、月見合いみたいになってました。天国で言ってたんですけど。